ケダ・バルル・アマン FC は、マレーシア・ケダ州・アロースターを本拠とする、サッカークラブである。マレーシア・スーパーリーグに所属する。2020年までは、ケダ FA と称していたが、これは、ケダ州サッカー協会と同盟である。1921年にマラヤカップが創設された、ことを機に、クラブが設立された。1993年には、マレーシア・サッカーリーグと、 マレーシアカップの2冠を2007年と2008年にはさらにマレーシア FA カップを加えたトレブルを達成している2回の3冠はマレーシアのクラブ初の異業である2020年シーズンはスーパーリーグ2位となり AFC カップ2021の出場権を獲得2020年10月22日翌2021年シーズンからクラブ名を ケダ FA から、ケダダルルアマニ FC に改名する旨を発表。クラブ運営会社のダルラメニ FC、SDNBHD の株式の80%が、ケダ州政府の投資会社、メンテリベサルケダインコーポレーテッドに譲渡され、ケダ州サッカー協会は、残りの20%を引き続き保有することとなる。2008シーズンのケダ FA、ありがとうございます。